バーゲンでまた買いすぎちゃったよ。7月12日から13日まで、Amazon で、開催されていた大バーゲンセール Amazon プライムでね、やってましたのでね、着弾報告番外編2024年 Amazon プライムデーで、爆買いした DVD& ブルーレイ着弾報告あります。そしてユニバーサルさんよりパルプフィクションの 4K UHD プラスブルーレイカミング、でこちら1994年のクエンティン・タランティーノ監督の出世作にしてカンヌで最高の栄誉のパルムドールを、ね、見事取ったね、まあ時系列を、ね、バラバラにしてめっちゃ面白いね、犯罪映画ですね。まあ長らくね、ワーナー版のブルーレイがね、まあこちらの、ワーナー版のブルーレイが廃盤になっててね、まあ買えない時期もね、あったんですが、でも最近ね、権利がユニバーサルに移って、で再販して、でさらにね、4K UHD でもね、見れるようになってね、いやとっても嬉しいですね。でちなみにね、こちらがね、本編ブルーレイのねディスクになるんですが、で、こちらワーナー版のね、まあこちらがね、本編ブルーレイなんですが。一緒じゃねえかってなりましたけどね。で、まあジャケットの絵も、ね、ちょっとずれちゃった。ジャケットの絵もね、まあ、モノクロでね、であと、口紅とあとネイルの部分、であとタイトルだけがね赤い色っていうのもね、まあシックでとてもいいですけどね。まあパルプフィクション、あとスチームね、欲しいんですけどね。でこちらが定価ね、6589円がなんと2310円 65% オフ、安すぎるマザーファック。そして同じくユニバーサルさんよりダンジョンズ&ドラゴンズ、アウトローたちの誇りの 4K UHD プラスブルーレイ、でこちらね、2023年のまあロールプレイングゲームのね、ゲーム原作で、まあロード・オブ・ザ・リングみたいなね、描写もたくさんあって、まあ面白そうなね、ファンタジー映画ですね。まあこちらね、去年ねやってて、まあ結構ね、評判が良かったんで映画館でね、見に行こうかなと、思っていたんですが、でも結局ね、行けなかったんでね、まあこれでやっとね、見れますね。で特典映像がね、まあブルーレイに入っていなくて、4K UHD だけにね入ってるやつもねあるんでね、まあそういうのもね、ようやく見れるようになったというのはね、まあとても嬉しいですね。でこちらが定価ね、7260円がなんと2550円、 65% オフ、いや奇跡の安さじゃん。でそして、ドラゴンつながりで、こちらもユニバーサルさんよりヘックとドラゴンとヘックとドラゴン2の 4K UHD プラスブルーレイセット、カミーン。で1が2010年で2が2014年のドリームワークスの、ね、CG アニメーション映画ですが、まあ1からもう14年も経つのかって、いやー早いね。まあ初めてね映画館で見た 3D 映画がこちらね、ヘックとドラゴンでね、いやもう空飛んでるシーンのもう迫力がもうすごいですし、あとストーリーで、ね、もうボロ泣きしたんでね、まあミジコの、ね、オールタイムアニメ映画ベスト10にもう入る傑作アニメ作品ですね。なのに、2はね、劇場未公開だったんでね、配給会社何してんねんってなりましたけどね。まあここにね、あこちら3公開ってね、まあシールついてましたけど、まあ確か3もね、未公開になりそうだったんで、まあファンがね声を上げて、まあなんとかね、公開が実現できただったと思いますけどね。まあなので、まあ何かとで、日本ではね、まあ配給がもうやる気なくて、もう不遇な目に、合ってる作品ですけどね。めちゃくちゃ面白いんですけどね。もう子供が楽しめても大人も泣ける映画ですからね。もうシリーズ通してもおすすめですね。で、まあ特典映像もね、ついてますが、2の UHD だけでね、これ、音声解説ついてますね。まあさっきのね、ダンジョンズ&ドラゴンズの、時もそうでしたが、まあ、UHD だけのね、特典をつけてね、UHD の方を買わせようって、まあコンタも、あるかもしれませんね。で、こちらが1枚、定価6580円が、1が2542円、61% オフ。そして、
数が、2443、63%、おいしい、安いぜ、トゥース。まあ、ただね、3もね、欲しかったんですが、でも、3はね、バーゲンのコーナーになかったんでね、まあ、安くなかったんで、また今度ですね、残念。そしてこちらも、ユニバーサルさんより、ミーガンの 4K UHD プラス、ブルーレイセット、キャミング。で、こちら、2022年の、まあ、資料館シリーズの、ねジェームズ・ワン制作のスリラー映画で、開発されたね、AI 人形のミーガンがね、まあ、やっぱり、暴走しちゃうんすかね。まあ、これはね、見たかった作品ですからね。まあ、特に、ミーガンのダンスシーンはもう、とっても楽しみですね。で、4K、UHD と、ブルーレイ、ともに、劇場公開版と、アンレーデッドカット版のね、2種類の本編がね、堪能できて、吹き替え、あと、特典映像もね、ついていて、定価、7260円が、3301円、55% オフでした。もう、ミーガンとね、踊りたくなるほどね、安いっすね。いい、こんな感じで。こんなんだったっけ？いや、もう、わからん。ですが、中のね、まあ、こちらの、UHD の、ディスクレーベルがもう明らかに、もう北米版まんますぎてね。ああ、まあなんだか複雑な気分ですね。そして、バーナーさんより来ました！マッドマックス怒りのデスロード、ヒューリーロードの 4K UHD プラスブルーレイセットコミーまあ、まあ、こちらね、4K、UHD とか、まあ、出始めの頃に、ラインナップされてましたよね。で、まあ、今作の円盤は、もう、6枚ぐらいは、持ってると思うんですが、でも、UHD はね、まだ、持っていなかったんで、行きました。もう、あの、迫力ある映像美をね、まあ、やっぱり 4K で、見たかったですし、あと、前日たのね、フィリオサが、まあ、今年、公開されましたからね。で、しかも、フィリオサもね、9月に、発売されるんで、もう2作品 4K でね、まあこれじっくり、映像美を、ね堪能したと思います。で、こちらがね、定価6589円が、なんと、驚愕の1977円もう、今回の円盤プライムで、最高の割引率の 70% オフでした！もう、安いよ安い安い安いっていう。で、その、マッドマックスサーガがね、できるきっかけとなった、レジェンドロードウォリアー、マッドマックス2のね、4K UHD とブルーレイセットカーミング、まあやっぱね、ロックンローラーのアヤトラのヒューマンガス様をね、もう 4K で拝みたいんでね、もう購入しました。で、4K で見れるってね、喜んでいたら、なんと日本語吹き替えがね、まあブルーレイの方に、91年の水曜ロードショー版で、97年の日曜洋画劇場版に、あと2015年のスーパーチャージャー版に加えて、なんと 4K UHD の方にのみ、84年のゴールデンヨガ劇場版のね、吹き替えがつくっていう、まあなんと日本語吹き替え4種類で見れるっていうサプライズがありましたね。いや、これは嬉しすぎますね。で、さらに、まあこちらもね、4K UHD のみ特典映像でね、メイキングがつくんでね、もう UHD バザーイですね。で、こちらが、定価ね、6980円が、なんと、2452円、65% オフでした！もう、ヒューマンガス様のもう、ご満悦な安さですね。もう、失望なんてもう、させませんで、その次、また、ロードウォーリアのブルーレイです。まあ、こちらね、ワーナーがね、日本語吹き替えに、特化したね、シリーズの、吹き替えの力版の、マッドマックス2、日本語吹き替え音声追加、収録版、ブルーレイ、カミング！まあ、吹き替えがね、91年の、水曜ロードショー版と、97年の、日曜ヨガ劇場版で、2015年のスーパーチャージャー版のね、まあ、さっき聞いたね、3種類が、ついているから、まあ、買ったんですが、まあ、こっちのね、UHD の方のブルーレイが、これと同じね、ディスクとは知らんかったからね、まあ、これは、やっちまったわ。感はありますが、まあ、こちらこちらね、ジャケットがもうめっちゃかっこいいんでね、まあ、買ってよかったなと思っております。うん。で、
こちらね、定価6908円ですが、3490円、50% オフでした。もう、グッズも、カッハーするね。安さですね。で、こちらは他社のね、日本語吹き替えに特化したシリーズですね。ユニバーサルさんより、摩天楼はバラ色にと書いて、ニューヨークはバラ色にのユニバーサル思い出の復刻版ブルーレイ、コーミン。まあ、思い出復刻版シリーズも、ね、バーゲンセールの、ねまあ、定番ですんでね、まあ、集めるチャンスですね。まあ、ただね、まあ、どちらかというと、バーゲン終了後のね、一定期間の方が、まあ、バーゲンの時より、なぜか安くなるんで、まあ、どちらかというと、まあ、そっちの方が狙い目ですね。ということで、こちらの作品は、フットロースをね、ハーバート・ロス監督で、バックトゥザ・フューチャーの、ね、シリーズでおなじみのマイケル・J・フォックス主演のコメディ映画で、就職が決まって、ニューヨークに来たものの、初日で会社をね、クビになってしまって、で、困って、まあ、知り合いがね、社長している会社にコネでね、入社するんですが、でも、やりたい仕事じゃないね、配送の仕事だったんで、社長の目を盗んでね、重役になりすまして、もうそんなことできるのかって思いますが、で、ビジネスと恋を頑張るっていう、まあ、若者のね、成長物語だ、そうです。で、宮川一郎太さんがね、マーケル・ジェ・フォックスで、ね、演じた、ゴールデン・ヨガ劇場版の吹き替えがつきますが、特典映像はね、つかないみたいですね。で、いつもね、思い出復刻版、ブルーレイの、アウターケースと、そして、こちらね、ブックレットのミニスクリーンもついております。で、こちらがね、定価4620円が2310円、50% オフでした。やさい。そして同じくユニバーサルさんより、アンタッチャブルの30周年記念ブルーレイテレビ吹き替え初収録特別版、キャミング。まあなんか、アウターケースの感じはなんか思い出復刻版っぽいんですが、違うんですよね。まあ、作品に関しては、ブライアン・デ・パルマ監督の、まあ、デニーロのアル・カポネと、ケビン・コスターたち、捜査官のね、戦いを描いた、犯罪映画の、もう、普及の名作ですね。で、こちらにはね、ゴールデン・ヨガ劇場版と、木曜ヨガ劇場版、で、そして、ソフト版の、3種類のね、日本語吹き替えと、あと、特典映像ね、ついてて、とっても豪華ですね。まあ、だったらね、もうなんでね、思い出復刻版で出さなかったかは謎ですけどね。まあ、思い出復刻版に、ついていたね、ブックレットが今回は、ね、ついていなくて、まあ、代わりにね、まあ、こちらね、ケースの中に、まあ、当時のね、まあ、こうしてね、フライヤーのレプリカがついてましたね。で、こちらが、定価ね、5280円が2640円、 50% オフです。おう、安いじゃねえか。そして、スチーブも着弾しております。ユニバーサルさんよりジョーズ2の 4K UHD とブルーレイセットのアマゾン限定スチールブックカミング。まあ、ジョーズ2の、ね、ポスターが、まあ、こちらのね、水上スキーをね、楽しんでる女性の後ろに、まあ、サメがいるっていう感じになっていましたが、まあ、それをね、サメの口からね、覗いたデザインのね、シチブになっていてね、まあ、とてもいい構図のね、シチブになりますね。で、その表面がこちらで、裏面がサメの背びれですね。で、中は、まあ、映画のね、ワンシーンですが、あら、これ、UHD の方のね、ディスクレベルが、北米版になってますね。まあ、これはびっくりしますね。まあ、ブルーレイの方は、じゃあ、廉価版の方のね、ディスクと、まあ、一緒ですかね。で、こちらが帯の表で、裏面になりますね。まあ、世間的にはね、まあ、あんまりね、評判がよろしくないね。まあ、ジョーズの、2と3と4ですが、まあ、その作品がね、4K、UHD ではね、まあ最近発売されて、まあサメ映画マニアとしては、まあとても嬉しい限りですね。で、こちら、通常版の方にもね、ついていた、水曜ロードショー版のね、日本語機械ね、4K、UHD と、ブルーレイの方にもね、ついていますが、でも、通常版にはね、つかなかったメイキングなので、ね、特典映像が、まあさっきのね、まあこの、
北米版っぽいね、ディスクに、入ってるんでね、まあ、これはね、嬉しいですね。でこちらがね、定価7689円が3845円、 50% オフシャーク。そしてここからは廉価版ブルーレイですかね、ユニバーサルさんよりエルム街の悪夢のブルーレイカミング。まあこれ以降ね、シリーズとリメイクの方はね、まあブルーレイ持っているんですが、まあリメイクの方のまあこちらのジャケットをね、1作目とね勘違いしちゃってね、まあ今まで、ね、1作目だけで、ね、持っていなかったんですが、まあ今回ね、バーゲンでようやく買いました。でこちらね、1984年の方、まあスクリームシリーズでもね、有名なウェス・クレイヴン監督の、ね、作品で、まあ後にね、ジェイソンとも戦う、まあ、人気のね、怪人のフレディがね、まあ、初登場をする作品なんで、まあ、夏にまとめてね、エルモガイシリーズね、見たいですね。で、こちらが、定価2619円が1200円。54% オフでした。いやー、安いですね。そして、ユニバーサルさんより、トリモーズ、地獄島のブルーレイ、カービング。まあ、ケビン・ベーコンから、ねマイケル・グロスに、ね主役が交代して、陸のジョーズことね、グラボイズとね、死闘をね、繰り広げるっていう人気シリーズも第7作目となりました。いやー、まあ、まだまだね、マイケル・グロスには戦ってほしいですし、あと、ケビン・ベーコンの、ねシリーズ復帰もね、待ってますんでね、まあ、シリーズね、作り続けてほしいですね。で、こちらね、吹き替えと特典映像付きで、年間版、定価2075円が1190円、43% オフでした。安い。そしてもう一本ね、ユニバーサルさんよりミスターベースボールのブルーレイカミング。でこちらね、1992年のアメリカ映画で、ヤンキースの、ね、スター選手だったトム・セレックがね、まあ素行も悪くね、落ち目になっていたんで、日本の中日ドラゴンズに、ね、トレードで、ね、来日してプレーするんですが、で監督がね、まあ、1990年、当時のね、まあ、こちらが公開された、92年は、高木森道監督だったんですが、でも、モデルになってるのがね、まあ、91年のね、中日の監督の星野仙一さんをね、彷彿とさせるね、まあ、高倉健さんとね、バチバチね、対立するも、でも、リーグ衣装をかけてね、理解し合って、共に戦うっていう内容だそうですね。まあ、まだね、当時はね、バンテリンドームじゃなくてね、まあ、名古屋球場でね、で、中日ドラゴンズ全面協力の作品ということで、ね、もうずっとね、見たかったんですが、今回、ようやくゲットしました。まあ、自分はね、まあ、地元、カープファンなんですが、でも、2番目に好きなのがね、ドラゴンズでね、まあ、カラオケ行ったらね、燃えよドラゴンズね、よく歌ってましたね。燃えよドラゴンズってね。で、この映画のね、まあ当時はね、まあ今の中日のね、まあ立浪監督や、あと、三冠王のね、落合さん、で、あと、一本足打法のね、もう大好きだった大砲さんがね、もうスタメンでね、もうリーグ2位とね、もう A クラスのね、もう常連で強かったんですよね。まあ今、見る影もないですが。で、ちなみに、91年は、カープがね、リーグ優勝いただきました。まあ、そこから、2016年までは長かったですけどね。まあ、それ置いといて。で、こちらね、2075円が1159円、43% オフでした。安いねー。というわけで、2024年、Amazon プライムデーで新たにミジココレクションに加わった DVD& ブルーレイはこちらの23本になります。まあ、バーゲンの2日間と先行セールで、さすがにこれは買いすぎでしょ。で、あと今回はね、まあ割とユニバーサルの映画がね、多かったかなっていうのが特徴的ですね。まあこの、右側のね、ミスターベースボールからジョーズ2まで、これ全部ユニバーサルの映画ですからね。もう半分ぐらいはもうユニバーサルの映画ですね。ということで、まあ皆さんはね、バーゲンで何本買い漁ってね、で、どんなタイトルで、買われましたかね。ぜひコメント欄で教えてください。さあ、次のね、でかいバーゲンのね、ブラックフライデーをね、まあ、爆買いするためにも、YouTube ね、頑張って収益上げたいんでね、チャンネル登録とグッド評価もよろしくお願いします。では、また。